争うつもりはない。手を貸せ。カンナギ島の救出ルートを確保する。選択の余地があるのか。危険な賭けだが。理解したようだな。手早く済ませよう。言われるまでもない。と。少しはできるようだな。覚悟があるならついてこい。魔導エンジンの音。ああ、やめておけ。交代命令を出している。時間の無駄だ。お前は何だ。以前は義手ではなかったはずだが、かつて私は頼りない王に代わり、この手で闇を払おうと考えた。これはその報いだ。なぜ帝国を敵に回す。妹を助けるのに理由がいるのか。私とルナ・フレーナは一族の使命を果たすため別々の道を歩んだ。ただそれだけだ。
ノクトに力を貸してくれないか。勘違いするなよ。お前と道を共にしているのは利害が一致しているからだ。帝国の狙いは紅葉の指輪にある。指輪が渡れば二人の命が危ない。急ぐぞ。分かっている。時間が惜しい。同感だ。静かに進め。分かっている。遅れるな。ああ行けるか。誰に聞いている。速攻仕留めろ。了解だ。足を引っ張るなよ。そのままお返しする。お前はノクティスが真の王になると信じているのか。聞かれるまでもないが。テネブライが戦火に包まれた日、真っ先に逃げ出したレギス、その息子が真の王になれると王を支えるのがカンナギの使命では、フルーレ家の責務を果たしたらどうだ。ノクティスに王としての自覚が芽生えればな。倒すしかない。
せ。くらえ。異性だけは認めてやる。ノクティスは真の王には程遠い。このままでは星は闇に覆い尽くされ皆が死ぬ。ノクトは今はまだ王としての自覚が足りないが、決して自分が背負う運命から逃げ出すような人間ではない。その言葉通りであればいいが。先を急ぐぞ。ああ。ノクト！ルナフレーナ。ルナフレーナ様の。歴代の王の剣と聖石の魔法、六神をも超越した力で全てを浄化する。お前が玉座で命を捧ぐほか、この力を解放する術はない。お前の命と引き換えに力を解き放てば全てが終わる。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。さあ、力を求めよ、真の王の力を。何だったんだ。ルシスの犠牲になった。そして今我が妹までも。そこをどけ。何のつもりだ。無様な王ノクティスをこの場で殺す。ノクティス殿ども殺す。
やらせはしない。守りきれなかった無念さはわかる。だが矛先が間違っている。お前に何がわかる。誰しも使命を果たしているに過ぎない。お前もノクトも理屈だ。お前の言っていることは何もかも。ちゃあ、ちょ、諦め。いや、消えろ。ノクトを殺せばルナフレーナ様の思いまでも殺すことになる。妹は目を開くことはない。はっ、立ち塞がるな。お前からだ。はっ、よっ、うん、全力で行く。オクティスともども死ぬがいい。
はっ。分かっていた。使命を果たした。お前に後悔などないのだと。だがわずかな間でも愛する者の隣で笑うささやかな望みを叶えてやりたかった。綺麗な花嫁になっただろう。カンナギは死してもその使命から俺すら後悔しないのだ。こいつを行くな、ウナフレナ。残される俺は。